はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの神楽坂くんピックアップガチャを引いていきたいと思います。まあ、いよいよ実装となりました神楽坂くんですね。で、この神楽坂くんの SR 自体は、今やっている暁の作者で、まあ、手に入る、もうほぼ配布と同じような、感じになっておりますので、まあ、ぜひね SR の神楽坂くんは1枚手に入れていただいて、でただ神楽坂くんね、40レベルプラス3で、固有ボーナスが発動するキャラなので、これをね40レベルで使おうとすると結構敷居が高くなるかなという印象です。で SR は1枚配ってはいるんですけれども、 PR とかの配布が全くないんで、今のところプラス3で使おうとするともうガチャを引くしかないと。でしかもガチャの内容が、まあ、単ガチャの初回で R 以上の神楽坂くんが1枚確定で、10連の初回で PR 以上の神楽坂くんが1枚確定と。で神楽坂くんが確定してるのはこの2つだけで、あとはもう自力でね神楽坂くんを引き当てないといけないんですけれども、まあちょっといろいろ見てみるとやっぱりね神楽坂くんはなかなか出ないみたいですね。で、一応レアリティにおける、出現率っていうのが10倍にはなってるんですけど、じゃあこの10倍が一体どれくらいの確率なのかっていうところですよね。で見てみると一応今出現キャラってだいぶ多くなってて、まあ神楽坂くんから始まって、一番下まで見ていくと、まあ六本木までなんですけれども、これ全部で91人いるんですよ。で仮にですよ、仮にみんな同じ、確率で出てくるとすると、まあ、簡単に言うと 1% ですよ。みんな 1% の確率で出てくるという形になって、でそれが10倍ですよ。ってことは神楽坂くんが出てくる確率は、まずキャラとしては 10% なんですね。ってことは、ガチャを10連を1回引いて1人出てくるか出てこないかっていう感じになってます。でその中でさらに、PR 以上で、まあ欲しいという形になりますので、まあ本当にね解放しようとするとハマる人は多分ハマりますね。で、自分は今回確定のちょっと神楽坂くんだけ引いて、であとはちょっと撤退しようかなと。で神楽坂くんは超人気キャラなんで絶対復刻するはずなんですよ。で復刻した時に、またこのバナーの中から1枚確定とか、まあ、そういうのがあると思うので、まあ、ちょっとね、まあ今回の内容にもよりますけど伸び伸びと解放していこうかなと思ってます。であと今回、まあ、一応初回の10連と、単ガチャの1回しか、まあ、引かない予定ではあるんですけれども、この1周年記念のスペシャル第3弾が月曜で終わるじゃないですか。で多分月曜で終わった後にサクチャレ応援の第2弾のガチャが来ると思うんですよ。そこで、まあ、どういうガチャが来るかっていうとこですね。そっちでもし確定、仮に暁復刻の確定ガチャが来たらちょっとそっちに石を回したいと思ってます。なので、まあ、とりあえず今回は、単ガチャの、1回目と、10連の1回目だけを引くのと、またねチケットが余ってますのでちょっとチケットを、使っていきたいと思います。チケットの方はもうちょっとね SR 系だけに絞りました。で PR とかのねガチャは一応ね動画は撮ってありますんで、まあ主だったものだけさらっと流しておこうかなと。で今イベキャラボックスの空きが、8ですね。でこれちょうどいい感じになってるはずです。 PSR ガチャチケット、これ1周年記念のやつですね。これが1でしょ。で補助券が20あるんで、4
引けるんで、これで5でしょ。で PSR の補助券が8なんで、まあ、1体引けて、ちょっと待って、1で5、6で7、8かそう、 SR の特選チケットも2枚あるんで、これで8個になりますので、まあ、ちょうどイブキャラボックスが埋まるかなと。でこれ先にガチャ引いちゃうと、またねこれ整理しなきゃいけないんで、まずはチケットから使っていきましょう。まずは通常の SR ガチャ補助券ですね。これを、まあ、4連そのまま引いていきますと。もう今となればね、どっちかって言ったら開放系のキャラが欲しいといえば欲しいんですよね。矢部田さん、つくも、あ、ぐっさん、ぐっさん、ぐっさん初か。ぐっさんはね強化されてるんで、あとマキシマム、マキシマムはもうあの飛距離くんのところでプラゴになったんで、これはあれですね、 SR ガチャ補助券じゃなくてミキサー券ですね。で矢部田さんもミキサー券でいいかな。でつくも、つくもどうしようかな、つくももミキサー券で、ぐっさんは初なんで使っていきますという感じですね。じゃあ SR 特選チケット、これを使っていきましょう。これって何が出るんだっけ。ああ、みよちゃんか小平か、猫神か犬川か野球マン3号か、まあ曲のそれは誰が出てもいいな。ガチャルト、あ、虹が出た。でピコン、グググ、キラーンがないよ、キラーンが、毎回毎回キラーンがないよね。お、小平くん、小平くん、小平くん小平くん、このまま SR 解放しよう、という感じでした。じゃあいよいよ、PSR ですね、 PSR これを、まあ普通にガチャチケットの方からいきますか。本当にね PSR 誰が出るかっていうのがねすごい重要なんですよね。さてさてさて、どなた、タルモトか。タルモトはねそもそも SR を持ってないっていうPSR しか持ってない。ただタルモトを使うかって言われたらな、微妙なところなんだよな。とあと1枚、補助券の方ですね。特に虹はかからなかったね。普通の演出からも PSR が出現するってことか。餅餅かー。これはでも樽本とか突っ込めばもしかしたらミキサーができるかもしんないな。ミキサー的にはどうなってんだ。1,2,3、そうか、せっちゃんはさすがにね突っ込めないから、あとなんか適当な PSR が手に入ったら、うん、青葉くんね、青葉くんも突っ込んじゃっていいかな。そうすると、まあ、この3キャラはちょっとなーっていうところだからな。まあ餅と有村はもう絶対使わないとして、樽本をな鍛えるかどうかだよな。まあこんな感じでしたと。ではではでは、神楽坂くんガチャに行きましょう。まずはタンガチャ、ここでね PR が出てくれるとすごいありがたいんだけど、どうかな。うん、普通ですね、普通確実に R だ。これは神楽坂くんレア、まあこれは R の大丈夫博士像5個あったかなあれって。まあいいや、とりあえずじゃあ10連の方に行きましょう。これはもうちょっと初回だけで終わりにします。うん、普通だねこれも。まあ、とりあえず1枚ゲットでしょ PR を。あとはな、 PR で出てくれればすごい嬉しいんだけど。あ、出てきた出てきた、やったやったやった、なるほど。あと1個 PR が欲しいね。そうするとまあここで PR が2枚出てくれたのはだいぶいいかな。
で、あとはちょっとどっかでもし PR をゲットできれば、そこで神楽坂くんに大丈夫博士像を全部突っ込んでプラ3にしていきましょう、というようなところですね。じゃあ今回の動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。